私の専門は財務会計です。慶応義塾大学商学部の新田英子です。会計というと単なるお金の計算の仕方と思われるかもしれませんが、私が専門とする財務会計とは、会社が利害関係者にビジネスの実績を報告し、情報の非対称性を解消することで資金調達をしやすくするための一連のシステムのことを指します。会社は日々の経済活動を複式簿記というハードと会計基準というソフトによって記録・加工します。それが貸借対照表や損益計算書といった会社の財産や成果を表す財務諸表となり、外部に公表されます。多くの人から資金を調達し、複数のプロジェクトをいろんなタイミングで開始して様々な資産に投資している会社の成果の測定は、家計簿やお小遣い帳とはかなり異なります。私の関心はそのように複雑な成果の測定を規定する会計基準にあります。特に会計基準の構造としての整合性、言い換えると長年にわたって会計処理のありようとして会計情報の利用者が合意してきたものを探索し、それとの整合性に関して研究してきました。人間が作る制度は常に変化し続けます。しかしその変化の方向性を予測するには、変化しない要素と変化する要素とを瞬別することが大切です。こうした変わらない、あるいは変わりにくい要素に着目する研究はとても地味に見えるかもしれませんが、例えばこれまで存在しなかったようなビジネスが現れたときに、現在ではデジタル資産が良い例かもしれません。どのように会計処理すべきかの参照枠を提供します。また商慣習は国ごとに異なるのですから、長年にわたって利用者が合意してきたものも国ごとに異なるかもしれません。現在会計基準を国際的に統一しようという流れがあるものの、それがうまくいっていない原因を解明するのにも役立ちます。具体的には協力ゲーム理論を用いて、世界中に使われている減価償却方法の背後にある性質を明らかにし、それらが古くから受け入れられている会計原則に対応していることを示したり、リース会計を題材に会計基準の国際統一がなぜうまくいかないのかを法学や経済学の知見を適用しながら研究してきました。その意味では学際的な研究と言えるかもしれません。研究成果は会計学の媒体だけでなく、ゲーム理論の国際ジャーナルや国内外の法と経済学会などで公表しています。規範を厳密にロジカルに分析してきた多分野の手法を適用することで、会計基準という規範の本質が浮き彫りになると考えています。論理と俯瞰的な視点です。私が研究を共同で行っている人たちは、経済学者、経営学者、法学者、数学者と多岐にわたります。彼らは元は会計に関心がなかったけれども、それぞれの分野で厳密なロジックを展開する専門家ばかりです。彼らとの緻密な議論と、それを俯瞰的に見ることによって、規範のジェネラルな性質と会計特有の性質、それぞれが見えてきてとても楽しいです。